沖縄戦績国定公園沖縄戦績国定公園は沖縄県の沖縄本島南端部糸満市と島尻郡八重瀬町にまたがる第二次世界大戦沖縄戦の戦績と自然景観を有する国定公園である沖縄戦績国定公園の指定区域の面積は5059ヘクタール陸域3127ヘクタール海域1932ヘクタール 戦績としては唯一の国定公園である。1960年代にアメリカ統治下の沖縄への渡航が容易となったことから、折からの観光ブームの一つとして、日本本土から多数の慰霊団が訪れるようになり、モニュメントの建設を求める声が上がるようになった。1961年11月に日本国和歌山県が、 日の国の塔を建設したことを皮切りとして、沖縄本島南部に、日本本土の府県が競い合うように、異霊塔を建てる、異霊塔ブームとも呼べる現象が起きた。1965年、昭和40年、琉球政府立公園に指定され、1972年、昭和47年の沖縄返還に伴い、国定公園に指定された。公園内の戦績は、 沖縄戦最大の激戦地であり、終焉地である。1945年、昭和20年5月、アメリカ軍の攻撃により、首里、那覇市にあった日本軍司令部は、この沖縄本島南端部、島尻に撤退した。狭い島尻には、南下進行するアメリカ軍、避難してきた一般住民と撤退、抗戦する日本軍の軍人が混在し、パニック状態に陥った。結果、 強悪な地形に敵味方が入り乱れる大混戦となり6月18日にはアメリカ軍沖縄方面最高司令官サイモン・ビー・バックナー中将も戦線視察中の前里で日本軍の砲撃を受けて致命傷を負い戦死している日本軍による組織的抵抗は6月23日に司令官牛島光中将が マブニの司令部号で受決したことにより終了したが、アメリカ軍は翌7月初めまで総統選を続けた。沖縄県は日本軍の組織的抵抗が終了した6月23日を慰霊の日としている。例年この日にはマブニの平和記念公園で県主催の沖縄前線没者追悼式が行われる。沖縄戦跡国定公園には多くの慰霊施設、慰霊碑、 慰霊塔がある。慰霊碑、慰霊塔の数は、主要なものだけでも104に上る。国定公園内の東部、糸満市マブニ地区に所在。付近一帯は、マブニの丘とも呼ばれる。園内には、国立沖縄戦没者墓園、平和の石石寺、黎明の塔、日本各県出身地別の慰霊、平和記念施設、式典会場や駐車場などの付属施設もある。 公園に隣接して沖縄平和記念資料館沖縄平和記念堂がある。マブニの丘にある各県出身地別慰霊平和記念施設は下表の通り、表にない都道府県の慰霊碑はマブニの丘以外に設置されている。沖縄戦戦没者を含め日中戦争以後のすべての戦線の戦没者を合祀しており、 合計で1277,163柱の戦没者が合祀されている沖縄戦での戦没者は72,525柱沖縄県平和記念資料館は第二次世界大戦で尊い命を失ったすべての人々に哀悼の意を表すとともに悲惨な戦争の教訓を後世に伝え世界の高級平和の実現に寄与するために 平和記念公園に設置された資料館である沖縄県平和記念資料館及び平和の石の設置及び管理に関する条例一条。1975年、昭和50年に開館した沖縄戦に関連する軍関係文書や個人所蔵の文書、姫ゆり学徒の手記などが収蔵、展示されている。館内の展示は沖縄戦への道、戦場の住民、 証言の部屋、収容所からの四部で構成される。証言も聞ける。沖縄平和記念堂は、高級平和を記念して、平和記念公園内に建造された、高さ45メートル、七角形の同等である。内部には、沖縄平和記念像が置かれ、周囲には平和の鐘、美術館などが配されている。国立沖縄戦没者墓園は、18万余り柱の、 遺骨が安置されている、納骨、慰霊施設である。1979年、昭和54年2月に建立された。赤瓦が吹かれた、参拝所と石を積み上げた琉球墳墓風の納骨堂、それを囲む広場からなる。近くには、各府県や各種団体の慰霊碑、慰霊塔が多数建立されている。平和の石は、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、 民間人の区別なく沖縄戦などで亡くなったすべての人々の使命を刻んだ記念碑である。1995年平成7年6月に太平洋戦争沖縄戦終結50周年を記念して建立された海岸線を見渡す平和の広場に建てられた屏風型の花崗岩に名が刻まれる。現在も追加国名を受け付けており国名者数は二千十四年 平成二十二年六月二十三日時点で二十四万千三百三十六人。霊明の塔は、司令官、牛島三中将と三望長、超井三中将を祀る、慰霊塔である。戦績と太平洋を見渡す丘の上に所在し、司令官が自決した、司令部号跡の上に立つ。島森幸とは、沖縄戦で殉職した、島田明知事、兵庫県出身と、 県職員453名を祭る慰霊塔である。1951年、昭和26年に、旧県庁の生存者三百数十人や県民を中心とした常在の寄付により建立された。糸満市コメス霊域は、平和記念公園から 2.5km ほど、南西の糸満市コメスにある霊域である。域内には、各都道県の慰霊碑や、 有川中条以下昌平自決の号、慰霊塔などがある。また、中心にある、コンパクの塔。コンパクの塔は、沖縄戦に関連して、沖縄各地に存在する、慰霊塔のうち最古のものとされている。礼域西側には、1993年、平成5年の第44回全国植樹祭の会場となった、沖縄県平和創造の森公園が広がる。ゆりの塔は、 糸満市コメス霊域の北、糸満市コメスに立つ。沖縄戦で亡くなった沖縄市販学校女子部、沖縄県立第一高等女学校の職員、生徒、計219人が合志される、異例等である。沖縄市販学校女子部、沖縄県立第一高等女学校の職員、生徒で編成された姫百合学徒隊は、主に沖縄陸軍病院の看護要員として動員された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。